そうですね、一人で演奏するのって結構ハードルが高いじゃないですか。でもこうみんな演奏したい気持ちっていうのがあるんですよ。でそんな中でウクレレオーケストラだと大勢の人と演奏するんで、こうすごい気楽にウクレレを楽しむことができると思ってるんですね。時間ないんです、時間がないんで、もうみんなもう腹くくっても、あと共通の好きなことがある友達がたくさんできるんで、うん、それはすごくいいところだなと思ってます。まあ3本ですか、感じでちょっと座っていただいて、本番はねもうちょっと喜び、最初はもう本当にひどい演奏なんですよ。はい、ひどい演奏なんですけれど、徐々にね練習を重ねていくうちに、本当にどんどん上手くなっていって、アンサンブルができるようになっていって、で本番には本当にいい演奏をしてくれるんですよね。それが嬉しいです。うん、あとはこうウクレレオーケストラの中でなんかユニットとかグループができてきて、でそのグループの人たちがこう他の場所で演奏したりとかね、ライブをしてるんですよ。もうそれがね、なんかこう、あ、ウクレレオーケストラ抜けてウクレレを楽しまれてるっていうのが本当に一番嬉しいですね。いやー大変ですね。やっぱりまあ、そうですね、やっぱりこれだけの人数をまとめるっていうのはなかなか大変なんですけど、でもやっぱりそれ以上にやりがいや楽しさの方が勝っていて、全然苦ではないですね。あと自分自身すごく勉強になることが多くて、やってて楽しいです。最初のきっかけはイベントでやってほしいっていう、依頼があって、でそれから始めたんですよ。でそしたらね、すごいこうメンバーの皆さんが楽しんでやっていて、でこうまたやってほしいっていう声がすごくあって、なんかそれから、あ、なんかこうウクレレオーケストラっていうものを通すと、こう一度にこんなにものたくさんの人を楽しませることができるのかっていうのを思って、なんかそれから、ちょっとこう立ち上げてやってみようかなって思いました。やっぱりもっと大きな会場で、演奏ができるようなオーケストラにしたいですね。あとはこうシュガームーンウクレレオーケストラにですね、まあ、ファンがついて、なんかこう盛り上がっていけたらいいなと思ってます。あとはそうですね、今は大阪だけでしかやってないんですけども、もっと全国的に広げていって、もういろんなとこで演奏できるような団体にしたいなと思ってます。